自分には新日本に入る理由となった憧れの選手がいます。だけど今こんな長いと下っ端同士でグバップも取れないようじゃ口が裂けても名前が出せないので、出せないのでしっかり長い村島加藤から一本取って憧れを超えていきたいと思います。ありがとうございました。おい、石の上にも3年って言葉があるな。俺は自衛隊2年、そしてここ新日本プロレスに入門して1年2ヶ月計3年2ヶ月石の上で生活してきたよ。じゃあヤングライオンも3年やるかって、いや安田みたいに4年間ヤングライオンやるかの、やってらんねえ。安田含め他のヤングライオン全員ぶっ飛ばして俺が一抜けするよ。